ヒーリングスピリチュアルチャンネルへようこそ、長井和也です、えー。今回はですね、えーまあ、以前にですね、えー、私の長、えーまあえー、井和也が遠隔霊視ということで、えー、山梨県道志村キャンプ場女児失踪事件の件も、えー、何回か追ってるんですけども、 え、単発でですね、えー、静岡県で起きた、えー、溶岩橋から転落したね、えー、女性の件、まあ、鹿が見たいという、えー、ああいった出来事を、えー、配信してるかと思うんですが、まあ、あとそれと、えー、同じような出来事で、えー、ここ最近、 配信した、えー、相模原市のキャンプ場でね、えー、樹木が倒れて下敷きになって、えーえー、同じく女性の方が亡くなられた、えー、出来事をご紹介したと思うんですが、まあ、こちらの2件はね、道、ま、島、あ、と違って単発で、えー、配信してるんですけども、えーまあ、実際ね、現場には行ってないのですが、 道島の事件と同じく、まあ、実際そこでね、えー、本当にそういった、えー、事故なのかそれとも霊現象によってそういった出来事が起きたのか、えー、ちょっと調べたいので私が、えー、これから本格的に遠隔霊視を、えー、してみたいと思いますまずはじめにですね静岡県東伊,豆郡東伊豆町で起きた、えー、鹿が見たいというね、えー、女性の、えー 転落事故の件ですねそちらの楊貝橋の方へ、えー、これから遠隔ースして向かってみたいと思います。今静岡県の東伊豆町その楊貝、えー、橋に向かう 途中の林道にいます。車で向かってます。もう本当にこう、舗装されてないんでしょうかね。下は砂利道の、もう本当に車一台しか通れないような、うっそうとした、 森林がついた不気味な場所ですね。あ左へ曲がって、えー、あ見えてきました。ヨガイ橋、あちらですね。欄干が低い。本当私の太もものあたりしかない。あ、えー、危ない橋ですね。またげるような感じ。 先のその奥は、えー、道が続いてるんですが森林に追われてドンつき行き止まりらしいんですけど今その橋の手前車から降りて橋の手前に、ま、今向かってますこれから念じて実際 なんか獣が出そうな感じの場所ですね。欄干の下には苔が生えています。まあ、以前。動画配信した時も話したと思うんですが。 谷底ですね。死を呼ぶような深い谷底です。 私あのー、この、溶岩橋。まあ、今、年次でね、停止、現地で、えー、テレポーテーションを行って演じたんですけども、もう、初めからね、この溶岩橋、どこだと思いますものすごい気になっている場所があるんですよ。 橋の欄干でもないし、谷底でもないんですよ。この橋のちょうど裏側。さっきこう覗き込みましたよね。もうその時で分かったんですけども、確証したんですけども、橋の下に恐ろしい霊が張りこってます。髪の長い女性ですね。彼女は まあ、多分、インスタに上げるためか、まあ夢中になってね、鹿、実際鹿がいたのかどうかわかんないんですが、まあ橋の上に鹿がいたのか、まあそれを追ってね、えー、車から降りて向かったかどうかわかんないんですが、谷底ですよね、下ね。鹿がそこにいるってことはわからないですよね。 まあ行く道中もね、そういった林道、険しい林道がついた場所なんで、鹿をが見たいと言って追っかけたということは、橋の上に鹿がいるような形ですよね。橋の方に向かっていった。まあそのままずっとドンツキの奥の方に逃げていったかと思うんですが、まあ実際その橋の上に足を踏み入れた時点で、そのさっき言った欄干の下にはびこっている髪の長い女性ので、 がに引き寄せられた感じです。が、まあ欄杆の下を覗いたときですね。まあ結構怖いんでね、高さがあるんでね。 覗く勇気、度胸があるかどうかわかんないんですが、まあ若いんでね、好奇心があるので、まあ、覗いたときに、ちょうど欄干の下から、髪の長い女性の顔が、わーっと出てきて、他にどこに、引っ張り、落とされたか。 で、えー、お父さんがね、えー、バックミラーん、サイドミラー越しから彼女が転落するところを見たと、えー、書かれてありましたよね。前回も言いましたよね。結局そういうのどき込んだ状態から頭からズドーンとこう落ちていった。やはりこう、髪の毛が何か引っ張られたんでしょうね。引っ張られた感じですね。 欄干の下にはびこって霊というのはその橋ねよくそういった橋、まあ、自殺する名所とかもありますけど、ね、そういの谷底とか湖にね霊がいる手,が手を差し伸べて、ね、現れたりするなんていうけど怖いのがですね橋のちょうど裏側 橋桁っていうんでしょうかね。橋桁のちょうどこの自分で歩いてる裏側、そこに霊がはびこってる場合があるんですよ。そうすると、たまたまこう橋の上からこう、ね、欄干からこう覗いたときに、霊がね、ばっ、目の前にばって現れて、ばっ失敗する可能性あるんですよね。だから下手にこう覗き込むと危ないんですよね、結構。そういう霊に。もちろんそのね、自分がそこに <laughs>、 飛び降りって気がなくても引っ張られる可能性があるんであまり覗かない方がいいんですよねあの世の世界ですから彼女はそれに引っ張られた可能性があります女性のでまあこちらの出来事はそういった感じに 見受けられましたであともう一つですね、えー、ここ最近相模原のキャンプ場新度キャンプ場で起きた、えー、倒木事件ですね事故ですねこちらの方もちょっと遠隔練習してみたいと思います今、えー、413号線三ヶ木にいます、えー、これから道志道の方へ入っていきます 右手に同志側が流れてます、ね、少し右の方に曲がっていきます。新、えー、度キャンプ場の看板がありますね。結構広いキャンプ場ですね。日帰りコースっていう場もあって、こう。 まあ、木もいくつか生えてるんですけども、先に同志川がありますね。穏やかな感じのエメラルドグリーンの、えー、川です。昼間なんですけど。えー、これからね、えー、その地木が倒れた場所で練習してみます。 ちょっと早いかもしれないんですが、もうここはね、あの、もう道志川、なんて言っても道志川が流れてる。ここがもう霊堂になってます。はい。もっと上流の方に向かってね。で、あとこの周りの森林。まあ、実際道志村というのは妖怪伝説があると言われてますけども、この木に宿って、まあ、前回も話しましたけども、小玉、木の霊ですね。えー、精霊。精霊というのは、えー、草木や、えー、川などにね、 宿るで、霊魂なんですけども、それが木に宿ってるんですよ。で、それが妖怪のような形で、まあこう、うわーっとこう横に広がってね。えな、ー、のでね、ほとんどの木がもうそういう小玉の霊が入ってますね。で、動詞が流れてますので、もう完全にもうここはそういった場所です。はいで実際朝方3時 15分、20分後に行くと、えー、倒れて下敷きになったと言われてますけども。ただあの、ちょっと気になったのが、えー、この中村亡くなった中村マニーさんの夫婦と、あともう夫婦もいたらしいんですね。結局4人で、まあ、その近くでテント張ってたらしいんですけども。まあ他のもう一組の方は犠牲にならなかったみたいなんですけども。 でやはりその今私が念じた感じとしてはも,うもちろんそのさっき言った児玉の例がね何かこう、まあ、当日は確かに強風、まあ、前日雨降って、えー、強風も強い時期だったんですよねあの頃というのはでたまたまそうなった可能性もあるんですけどもやはりそこに テントを張ったことによって、うん、神に触れた、怒らしたこ、ここに立ち入るな、っていうことで、ま、倒木したのか。何かその、ね、うん、そこでまずい、 ことを犯した。あ、実際ね、まあ、それぐらいの夫婦の方ではゴミを捨てたりとかね、うん、木を蹴飛ばすとか、そういう若い子じゃないのでね、そういったことはしないと思うんですが、何かによって、何かによって、こう、神を怒らす、触れてしまって、まあ、たまたまそういう、倒れて、犠牲になったようにも見受けられるんですよね。ただ、やはり、 周辺はそういった霊気が漂う場所なんでこういった場所というのはね道詞道というのはやはりそういう神のいたずらじゃないんですけどもそういったことで、えーまあ、犠牲になったようにも見えますはいだからやはりそこの樹木ですよね 他はもう小玉がね、えー、雇ってると言ってますが、特にその樹木は、えー、結構大きいんでね、えー、昔から樹齢何年か生えてる木だと思うんですけども、えー、そこはやっぱりこう近づかない方が良かったかもしれないですね。えー、近づいてはならない樹木なんですよ。えー、小玉なんで。そこにテント張ったことによって神に触れたと。そんなような感じに思います。はい、まあそういった感じで、えー、今回、えー、単発で 永江和也が遠隔霊ーの件で話し,さす話しましたけども実際この出来事っていうのはまあ警察機関なんかもまあ事,故と事故という形でまあ処理してるかと思うんですが私から見てそういった場所いわくのある霊気漂うそういった場所での出来事なんでえまあ今回 えー、遠隔で止しっかり行ってみた結果、えー、やはり最初に述べた溶、えー、害橋の件に関しても、まあ、例の仕業だとで今回のキャンプ場に関しても、えー、周りがそういった場所なのでねこだまがやはりこう怒ってしまったというかそういった形で、えー、倒木されたのように、えー、思います。 霊的観点から見てですね私、はい、霊を行いました、まあ実際そういったことっていうのは、まあ、現実生きてる方はうーん長井さんの言ってることはちょっとどうかなたまたまねうんあれじゃないかなんていうことも思うかと思うんですが私の 考え、思いの、えー、お伝えしました。で、今こういった形で遠隔でしましたので、えー、ちょっと私自身の体にもね、えー、そういった礼儀が <laughs> 漂ってますので、これからあの除礼、巧妙信号を行って除礼したいと思いますので、お付き合いくださいませ。オンアボキャーベイロシャノーマカボダラマニハンドマジンバラハラバリタヤウン。 オーバキャー、ベイロシャノマカボダラ、マ、ま、ニハンドマジンバラハラバリタヤウ。オーバーカー、ベイロシャー、マカボダラ、マニハンドマジンバラハラバリタヤウ。オーバーカー、ベイロシャノー、マカボダラ、マニハンドマジンバラハラバリタヤウ。オーバーカー、ベイロシャー、マカボダラ、マニハンドマジンバラハラバリタヤウ。 オンあボキャーベいろしのマカボララマニハンドマジンバラハラバリタヤウはいこれでえー、長い風は遠隔ですし、えー、今回単発ね2、えー、本 えー、お届けいたしましたが、えー、除霊もいたしました。えー、これからもね、えーまあ、道志村県ももちろんそうなんですが、えー、こういった単発も、えー、長い数が遠隔ですし、えー行ってえー、見つけてね、行ってみたいと思いますので、えー、今後ともご視聴のほどよろしくお願いいたします。本日ももどううありがとうございました